こんにちは、兄です。今日はデラックスオブスラッシャー、こちらを見ていきたいと思います。はい、デラックスオブスラッシャーなんですけども、劇場版ウルトラマンオブ絆の力をお借りしますに登場するアイテムでございます。まだ劇場版のね、そのウルトラマンオブ公開前なので詳しいことがちょっとわからないです。で、まあパッケージを見るとこのような感じになっていて、これがね、あのオーブスラッシャーでございます。で、ここにオーブトリニティが映っているんですけども、オーブトリニティに変身ということで、まあ変身アイテムであり、そして武器でもあるみたいなね、そんな感じなようでございます。で、ここにはね、あの銀河ビクトリー X の3人が乗っているんですけども、まあこの3人の力を借りてこのね、オーブトリニティに変身するっていうことなんでしょうね。で、気になっているのはここの造形でございます。肩の部分ね、これがね、ここにすごく似ているので、まあね、多分この部分と関係あるんじゃないかなと思っております。で、横を見ていくとこのような感じで、ここにね、オブトリニティのお写真が載っていて、反対側は、はい、こうですね、こちらもオブトリニティのお写真ですね。で、裏側を見るとこのような感じで遊び方が書いてあります。3ヒーローの力でトリニティフュージョンと、で、スライドタッチで攻撃、スライドタッチでパワーアップ変身、2種類の技が発動、ブーストスイッチで超必殺技発動という感じになっております。それではね、早速開けてみていきましょう。はい、出しました。中身は説明書とオブスラッシャー本体のみとなっております。で、説明書の方はですね、このような感じで、まあ、振り回さないとかね、あと、刃先の飛び出しに注意。で、電池の入れ方で単4電池2本ね、ねじ回し式の蓋になってますよと、そして電源の入れ方。裏面は遊び方が載っていて、通常攻撃遊び、変身遊び、そして必殺技発動遊び、特殊攻撃遊び以上となっております。では、本体の方ね、見ていきましょう。はい、本体はこのような感じですごい面白い形をしています。ここの部分がね、特徴的なんですけども、これは剣がこう連なってる感じでいいのかな、ちょっとまだ映画を見ていないのでわからないんですけども、最初にこれを見てね、頭の中に思い浮かんだのはギアゾボーっていうゲームの銃の先っちょを思い出したんですよね。銃の先にね、こういう感じなそのチェーンソーみたいなものがついていて、接近戦になった時にね、これでウィーンってこう相手を切るっていう、まあそういう武器があるんですよ。まあそれを思い出したみたいなね、そんな感じなんですけども、ギアーズ・オブ・オーはどうなんだろう、有名なのかな、ゲームが好きな人はみんな知ってると思うんだけど、まあ、ちょっとね、Xbox オンリーのゲームなのでそこまで知名度がないんだよね。だけどすごい面白いので、もしね、興味のある方はやってほしいですね。僕も2までしかやってないので、そこから先いろいろ出てるんですけどね、まだやってないので今度やりたいなと思いつつ、ゲームは毎回出るたびには買ってあって積んであるみたいな、そんな感じで、まあそんな話はどうでもいいんだけど、うん、まあね、ここの部分がすごい面白いなと。で、あとですね、塗装がすごい綺麗で、ここの赤の部分だったりとか銀の部分とかね、ここすごい綺麗に塗ってあります。で、未塗装部分があんまりないんですよね。ここの黒の部分と、あと刃先のこういった部分が未塗装な感じなぐらいで、他は全部塗装されています。で、この刃先の部分は軟質素材になっていて、ここもね、多分軟質でできてると思うんですけども、なんだろう、パーツの幅がね、細かったりとか、ここの部分が長さがなかったりとかで、そこまで柔らかさは感じないですね。で、裏面見るとこんな感じで、裏もね、特に塗装省略があるとかそういうわけではなく、表と同じように塗装されていて、本当にすごい綺麗に仕上がっています。で、あとここですね、ここがスライドのね、タッチセンサーって言えばいいのかな、こう指でなぞっていろいろやるんですけども、ここにマークが入っていて、まあ、銀河ビクトリー X オーブっていうことなんでしょうね。こういった感じで書いてあります。反対側も同じようにね、こういうふうに書いてあります。で、まああとは各部位としては、ここにトリガーがあってね、これを押すことによって、まあいろいろね、攻撃したりとか発動したりとか、そういった感じですね。で、ブーストボタンっていうのがここにあって、これを押すとこの刃先が飛び出します。あとはスピーカーがここについていて、電池はここになっています。はい。
で、そうですね、もうこの形を見てね、分かる人は分かると思うんですけども、リデコ商品でございます。何のリデコかっていうとこれです。はい、エクスラッカーのねリデコなんですよ。だからちょうど持ち手の部分が全く一緒で、刃の部分がねこう変わっていったみたいな、そんな感じで、タッチセンサーの位置同じぐらいの位置にあると思うんですけど、でもちょっと斜めにね、オーブスラッシャーの方がなってるかなみたいな、そんな気がします。あとねマークではなくてこういった感じでね虹色になっていたりとかっていうところで、まあいろいろ違いはあるんですけども、ここら辺のね形っていうか持ち手の部分は全く一緒になっております。ただねリデコ商品だから、ねこっち側の方は大したことないかっていうと、実はねそんなことなくて、形は似てるけども中身の音とかも全然違うし、本当にこれすごいよくできていて、まあ元々のオーブスラッガーの方が、オーブスラッガーじゃないエクスラッガーもすごいよくできていたので、まあそれをうまい具合にね使ったなっていう感じですね。本当にね発光が綺麗です。ではね電源入れて遊んでいきましょう。スイッチオン。はい、オーブスラッシャーっていう名乗りとともに LED が発光します。ここがめちゃくちゃ綺麗で、これね裏側も光るんですよ。はい、いいですね。そしてまあねいろいろボタンを押していくわけなんですけども、ここのねトリガーを押すと通常攻撃の音が鳴ります。はい。2種類音声が入っているんですけども、なんかね、こう、くぐもった感じな声で、ウィロッみたいな、ね、なんか、こう、人の声みたいな音がね、それぞれに入っていて、ちょっと面白い感じなんですよね。で、次はタッチセンサーのね、ここですね。はい、こんな感じで、なぞっていくとね、ここがこう光っていくっていう感じです。で、ただね、このタッチセンサーは全部が反応してるわけじゃなくて、最初のここ、この次は、押したらね、もう一気にいっちゃうんですよ。こんな感じになってます。で、反対側もできて、こういう風に、ね、音が下がっていくみたいなね。だからこっち側からもこっち側からもスライドできるみたいな、そんな感じになっています。で、次ブーストボタンなんですけども、これを押すとこれがね、ジャキンと出るんですけど、この時もね、音が鳴ります。はい、このような音が鳴ります。これは出た状態でも鳴るのかな？鳴りますね。はい、こんな感じでございます。はい、それでは次ね、変身遊び行きましょう。はい、変身遊びはタッチセンサーを銀河からオーブに向かってスライドさせます。はい、この後にトリガーを押します。オーブトレンジ。はい、いかがでしょうか。かっこいい音声が流れましたね。いや、早くね、変身シーンを見たい。そして、オーブトリニティが見たいですね。もう、映画はね、いつだっけ ?3 月11日まだだね。まだまだだね。ね、公開されたらすぐに見に行きたいと思います。で、次はですね、必殺技遊びの前に特殊攻撃遊び行きましょう。特殊攻撃遊びはですね、ここの、はい。今ね、スリープに入ったんですけど、30秒間何もしないでいると、スリープ状態になってね、今みたいにヒューッと落ちます。で、この状態になれば、タッチセンサーとか反応しないです。ここのトリガーとか、あとこれもそうかな。何かボタンを押すと、復帰するみたいなね、そんな感じでございます。で、特殊攻撃遊びなんですけども、トリニティウムシュートとトリニティウムブレイクっていう2つの技があって、ここのスライドを2回やってからトリガーで、トリニティウムシュート、そして3回やるとトリニティウムブレイクが発動します。ではね、2つ一気にやっちゃいましょう。あ、違った、これ復帰してなかったね。
これがトリニティウムシュートでございます。で、次が3回スライドなんですけども、3回目スライドするときに、ちょっと変わった感じの音がするので、いきます。で、トリガー。このような感じな音が鳴ります。もうウルトラマンの声がね、裏でいっぱい鳴ってるんですよね。すごい楽しい。で、最後に必殺技発動遊びなんですけども、やり方は3回スライドして、ブーストボタンを押すと発動でございます。これが必殺技なんですけども、トリニティウム降臨っていうね、技が発動します。これもね、なんか音がすごいゴージャスで、ここもね、光りまくるし、すごい楽しい。うん。Xラッカーもすごい光って良かったんですけども、あのね、オーブスラッシャーもね、もう負けじと光ってなって、本当に楽しいですね。音声も結構でかいから、しっかり聞こえます。うん。で、また切れる。Xラッカーの時は、このスライドの方向を逆にすることで、光線技が出たんですけども、オーブスラッシャーの方では特に逆スライドで何か技が出るっていうことはないです。ただね、ちゃんと逆スライドすることで、音とかはね、逆に、まあ、鳴っていくので、で、3回やると、それぞれのウルトラマンの声も逆に、こうね、流れていくので、ちょっとそれやってみましょう。うん、こんな感じで反対にねやっていくと反対の順番になっていきます。はい、こんな感じでございます。はい、デラックスオブスラッシャーを見ていったんですけどもいかがだったでしょうか。そうですね、僕はこれ大好きですね。まず形がいい、このジャギジャギした感じがたまらないです。で、あとそうですね、塗装も綺麗にね仕上がってますし、 LED の発光も綺麗で音声もかっこいいときたもんで、まあ本当に死角なしなんですよね。 Xラッカーのリデコではあるんですけども、もともとの Xラッカーがすごいよくできていて、まあそのいいところをねしっかりと受け継いで新しいものになったっていう感じで、もうリデコとかそういった部分はあんまり気にしないで遊べます。うん。で、まだね、映画の方を公開されていないので、活躍しているところを見ていないんですけども、まあこれ持って戦ってるシーンを見たら、遊びがさらに楽しくなるんじゃないかなと思っております。早く映画見たいですね。で、あと、即日の方も、発売されるんですけども、そちらはですね、映画を見てからレビューを作ろうかなと思ってるので、すぐにはね、まあ買ってきましたよ動画ぐらいはやるかもしれないんですけども、レビューは映画見た後なんで3月中旬ぐらいになるかと思います。もし興味のある方はね、また見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。